こんばんは。6時のニュースをお伝えします。カナダで女性がなくした結婚指輪が13年ぶりに発見されました。メアリーさんは13年前、雑草取りの作業中にその指輪を紛失。メアリーさんは夫にも打ち明けることができず、こっそり別の似ている指輪をはめていたとのこと。それから13年、残念ながら夫は5年前に他界してしまい、ある日自宅の庭で育てている人参を収穫している際、指輪らしきものを発見。土を洗いよく見てみると、それはメアリーさんの結婚指輪であることが判明。メアリーさんは喜びのあまり涙を流していたとのこと。その写真がこちらです。どうやら収穫前の人参に指輪が挟まり、そのまま成長を続けていたとのこと。メアリーさんは、つけ心地は昔のままよと語っていたとのことです。続いてのニュースです。アメリカのテキサス州で7日、一人の女性が SNS に投稿した写真が全米を混乱させました。この日、女性は公園で男女含めた友人とお酒を飲んでいた模様。その際撮った写真を SNS にアップすると、瞬く間に拡散され、全米を混乱の渦に巻き込みました。その写真がこちらです。男性の股間から、あれがあれしてます一見、あれがあれしているように見えるのですが、実はあれの正体は後ろに座っている女性の足だったのです。これに対し SNS では、あれにしか見えない、マッチしすぎなどの声が上がっており、調べによりますと、これを知った投稿者はあれと語っていたとのことです。以上、